はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第247回でございます。今回テーマが受験生のみんなへっていうテーマっていうかメッセージです。どうしても今自分が伝えたいことができて撮っております。急遽ね、撮り直してる。一回撮ったんだけど、で、左下のやつはこの動画でどこまで学力が伸びますかっていう、質問がね最近結構多くって、このね質問が、だからまずこれに答えてから受験生のみんなへのメッセージ話していきますので、よかったら最後までお付き合いください。では、まずその質問から行きましょう。ありがたいことにですね、今年本当たくさんの方にこう見て、新しくね見てもらえるようになって、この質問ね、保護者の方だったり、学生のみんなから結構いただくんですけど、まず、自分の動画っていうのは、このね、とある男が授業をしてみたの動画っていうのは基本的に教科書レベルプラスアルファぐらいです。教科書レベルで撮ってて、プラスアルファちょっと難しいの入れたりする感じになってます。だからもうがっつり難しい応用とかはなかなかないです。受験対策動画とかでは結構扱ってはいるんですけど、本編の動画は基礎レベルだと思ってください。なので、基本的には基礎固めに使っていただきたい。基礎固めいいですか？だから基礎がもう固まってるよと、大丈夫だよっていう方はあんまり意味がないかもしれないです。逆に言うと、そのレベルにいる方は、書店に行って難しい問題だったり、塾さん行ってるんだったら塾で難しいのは、いただけると思うんで、そういった問題演習をやっていこうがいいかなと思っております。で、大学受験の方、まずね、大学受験だったら、高校数学しか取ってないですけど、こっちはがっつり基礎で、それでセンター戦えますかって聞かれることもあるんですけど、これだけじゃ戦えないです。はい。で、レベルの問題もあるんですけど、圧倒的に問題演習が足りなすぎる。自分の動画だけだと。はい。なので、自分の動画で基礎を固めてもらってから、とにかく問題演習してください。で、センター数学使う方は、いいですか？とにかく問題演習をこなす。こう、経験値がものを言うから。っていう感じで使ってもらえたらと思います。で、高校受験の方なんですが、どこまで学力伸びますかって言われた時に、ここまで絶対伸びますよとはなかなか言いにくいんですが、個人的に今までいろんなね、塾講師やってて教えてきた中で感じることは、中学の内容、高校受験だったら自分の動画、完璧にしてもらえたらね、完璧にしてもらえたら偏差値60はザラに超えると思います。ぐらいのレベルでは作ってる。国語はちょっと難しいですけどね、長文著作権の関係で使えないので、英語もそうか、文法しかないんでそこは難しいかもしれないですけど、数理社ぐらいだったら、社会もあれかな、でも60ぐらいだったらいけるんではないかなというふうに思って作ってきたので、これは異論があるとは思いますけど、自分はそう思って作ってきました。はい。さっきもね、大学受験の方でも言いましたけど、基礎固めなので、ここで固めてもらって、確実に、絶対、あと問題演習をやってください。他のもので付け足してください。基礎固めが必要な単元と、苦手単元ね、基礎が固めなきゃいけないものは自分のを使ってもらって、でも、全部のやつを自分見なきゃいけないかって言ったら、そんなことはないと思います。基礎が固まってたりとか、得意なね、単元のところはわざわざ見る必要はないとは思いますので、そこはね、使い方はみんなに任せるんですけど、そんな感じで思っておりますので、またね、他の質問があればぜひ送ってみてください。よし。じゃあ受験生のみんな行きましょうか。ちょっと長くなるかな。大丈夫かな。で、最初にもちょっと話したんですけど、本当はね、ダラダラジオ撮ってたんですよ。もう、撮ってあったんですけど、どうしてもね、直前に、撮りたくなって、これ言いたくなって。で、顔出しで言った方が伝わるだろうなと思ったんですけど、今状況的にちょっとね、顔出しが撮れなくって、申し訳ないんだけど、これでね、撮らせてもらってます。で、何かっていうと、見てくれる方が増えたのもあってさ、相談メールも比例して増えていくわけよ。で、目を通させてもらってて、で、やっぱり、特に高校受験、人生初受験の方の、悩み相談が圧倒的に多いです。やっぱ不安だよね。そりゃそうだ。だって初めてなんだもん。で、初めてで困ることっていうのは、どれぐらい頑張ったらいいのかがまずわからないんだよね。一回経験してることだったら、これぐらい頑張ればこのぐらいいけんじゃねえかなっていう、なんとなく感覚がつかめるし、このぐらいサボったらまじいよなっていうのもわかるわけ。だから、その人生初受験だと、どこまで頑張ればいいのかもわかんないし、どこまで手を抜いていいのかもわからないんだよね。両方わからない。だから、どんどん不安になるの。やっても伸びてる感じがしないし、サボっても大丈夫なんじゃねえかなっていう。大丈夫なんじゃねえかなと思ってたんだけど、不意に波が来るんだよね、不安の。あ、やべえかも、みたいな。そう。っていうのを襲われたりする。で、今まだ7月ですけど、これが8月、9月、10月って、どんどん月日が流れれば流れるほど不安は増します、これは。これ確実に増していく。そう。だから、やっぱりその不安をね、不安を消す方法ってのはないですけど、減らす方法はとにかく頑張るしかないんだよね。
頑張った量、もっと言うと、自分が前に進めてるんだって、頑張ってね、前に進めてる、知識が増やせてる、学力が上がってるっていう実感をどれだけ持てるかによって、不安は系統減って、ごめん、減っていく。そう、まあ、これはまた別で話すわ、そこはね。で、その不安のね、メールも今いっぱい来てるんで、それを読んでてね、すごく感じたことなんですけど、まずね、今年の夏休みに関しても去年と同じように、おそらく、受験生のみんなを励ましたりとか、ちょっと喝を入れたりとか、いう動画を撮ると思います。その時の、まあ、俺の気持ちにもよるし、来てるね、相談内容にもよるとは思うんですけど、まあ、一緒に勉強しようシリーズを撮ったりとか、本編の勉強動画を撮ったりとか、いろいろも撮っていきますけど、その中でも、こう、話す動画っていうのが結構増えていくと思います。で、それによってね、いろんなことを感じてくれるとは思うんですよ。いい方じゃないね。いい方じゃない方。なんか、見てさ、イラッとすることもあるかもしんないけど。でも、やっぱり受験生のみんな、受験っていうのは、短距離走じゃないんだよね。マラソンだからさ、長距離だから、その、一瞬ね、その短い期間すげえ頑張ったら伸びるわけじゃないじゃん。だからマラソンでコツ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 走り続けなきゃいけないから、そのモチベーションが保てるように、その手伝いがしたい。そう。で、まぁ、今年もそういうの取っていこうと思うんですけど、今のこの段階ね、7月8日のこの段階で、今までね、こういうことをちょっと言わないように意識してたんで、こういうの多分動画で言ったことは多分ないと思うんですけど、今年は、まあ、多分、なんだろう、悩み相談の傾向が、そういう傾向もあって、どうしても言いたくなったから、それを伝えたくて動画撮ってる。そうだ、これを言いたいだけなんだけど、本当はね。もともとさ、塾講師の時は、結構、もう俺についてこいよ、みたいな感じのタイプだったの。俺の授業受けてれば大丈夫、受かるからって。だから頑張ろうぜ、みたいなタイプだったんだけど、それって、不特定多数のね、方が見てくれてる YouTube でやるの、そういうキャラというか、そういうのを出してしまうと、そういうの嫌いな人もたくさんいるじゃん。そう、だから、出さないようにしてたんだけど、今年はちょっと、わかんない。これ聞いてさ、ほんとイラッとする方ごめんな。本当に申し訳ないんだけど。でも、それを聞いて頑張ろうって思ってくれる方もいるかなと思って、ちょっとそれを言いたかった。いろんな悩み相談があって、まあ、なんだろう、周りは夏期講習行ったりとかさ、塾行ったりとかさ、そんな中さ、動画で、YouTube のさ、勉強するっていうのはまだ、あれじゃん、メジャーじゃないじゃん。でしょ？周りに行く。まだいるかもしんない。何人かいるかもしんないけどさ。YouTube で勉強とかさ。同級生にも親にも言われるかもしれない。そう。でもね、まあ、撮ってる本人が言うのもあれだけどさ、俺も本気で撮ってきたの。手を抜いた動画なんてないし。まあ、もちろん間違っちゃった動画あるけどね。説明間違ったりとか撮り直した動画もあるけど。でも本気で撮ってきたもので、絶対みんなの学力が上がるって信じて撮ってる。今でもそれは変わらない。だから、ぜひっていうか、信じてついてきてほしい。そこは。周りにとやかく言われるかもしれないけど、もちろん、俺の勉強動画だけじゃダメだよ。それプラスアルファで、いろいろやってほしいけど、でも、自分の勉強動画で、この動画で勉強してることをマイナスに捉えないでほしい。何か言われたとしても。もし、あまりでも言われたら俺に言ってきな。メールで。その時に乗るから話して、聞くし。もし、動画撮るし、その時は。そう。自分がやってること、これでいいのかなって思うことたくさんあると思う。それは勉強動画だけじゃなくて、あると思うんだけど、自分が今してることに誇りを持つというか、自信を持って進んでほしい。じゃないと、勝てないというか、自分に勝てないよ。そう。だから、ぜひ、まあ、しつこくなんか同じことばっか言っちゃうけどさ、俺もこれからもね、変わらず本当に本気で動画撮っていくんで、みんなも、まあ、本気とまではいかなくても、ぜひ一歩一歩頑張っていこう。自分信じて頑張っていこう。いい。自分を信じることでは誰にも負けちゃダメ。いいかい？っていうのをどうしても伝えたくて。はい、撮らせてもらいました。恥ずかしいね。恥ずかしいけど、まあ結構これが素なんで、まあこんな感じの動画がもしかしたら今年増えるかもしれないけどね。そうそう、まあちょっと、こういうなんか熱血っていうかさ、なんか嫌いな人もいるのもさ、塾講師の時分かってんだよ。このキャラで行くとさ、先生うざいって言われるともあったからさ、さ、ごめんみたいな。一人一人話してればさ、この子にはこういう話し方ができるって、この子にはこういう話し方で行こうってできるんだけど、YouTube できないからさ、ちょっと申し訳ないんだけど、でも、今のは、俺の本気というか、本心なんで、受け取ってくれる方は、ぜひね、受け取って、夏休みね、いい夏休みにしよう。夏休み終わった時に、頑張ったって言い切れる夏にしてほしいし、で、受験生のみんなは、まあ、1月、2月、3月、いつかわかんないけど、受験が終わった時に、どうせ泣くんだったら、嬉し涙で泣こうぜ。悔し涙じゃなくて、って思ってますんで、頑張って、行きましょう。